全然映ってないこら、バイバイ。バイバイ。あったかそう。あったかいです。帰るの？帰りたいな。帰らないで。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ケバブちゃん。ケバブです。ケバブです。ケバブです。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。しおみん、お疲れ様です。ここにいるといっぱいみんな通りますね。そう、今日は神穴だったんですけど、神々やったけどうまくいったと思ったんですけどね。今日はいつも神がちやから、影穴のまずどこでかむかな、非常誘導灯とかなんかそういう系でかむんですよ。けど今回はそこをうまく言えて、全部いけたってなったのに、自分の好きなとこ喋っていいよタイムでまさかのかむっていう。でもちょっと皆さんがその劇場に来てくださってた方が拍手してくださったので、なんとか何もなかったように終われたって感じです。くそ、爪が甘いってこういうことですね。そうなんですよね。油断しました、完全に。そう、お客さんに助けられました。今日の影穴はありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。にぎやかにぎやか。爪は甘い、甘いですよ。最近目が腫れているんですよ。ずっと治らないんですけど、どうしたら治りますか？誰か教えてください。見てください、わかりますか？ここで見て、ここのここがちょっと腫れてるんです。こうやってやったら分からへんか。ずっとこうやって、今日の配信はこれでいきます。乾燥肌って聞いてね、乾燥は多分乾燥肌ではないと思うんですけど、冬なので乾燥する季節ですよね。もうでも肌はあんまりあれですけど、喉が乾燥しやすいです。もうガスガス、びっくりガスガスです。蜂蜜レモンとか柚子とかを飲んだ方がいいみたいですよ。こう喉がガスガスになるには、なるときに、なるにはなるにはじゃない、なるときは。でもケイト蜂蜜をねあんまり摂取しないんですよ、蜂蜜とやらを。蜂蜜、蜂蜜をね食べますか？どこで蜂蜜を食べるのかが分からなくてなんかそうなんですよね、食べないんですよ。ヨーグルトとかは何もつけなくてもいけるし、フルーツとか入れるから蜂蜜はなくて、あと何？パンとヨーグルト、ヨーグルトはフルーツでしょ？パンは
パンは何もつけないので、そうそうそう、お疲れ、頑張ってね、うん、はい、バイバイ、ありがとう。ホットケーキは、ホットケーキはチョコレートです。ホットケーキはチョコレートで食べるんですよ。ホットケーキはそう、チョコレートかバター、そうそう、だから蜂蜜を使うっていう機会がないんですよね。バイバーイ、バイバーイ。でもたまに喉のために、喉飴で蜂蜜、マヌカハニーって知ってますか、蜂蜜とかなんかそれっぽいのを飲んだり蜂蜜系のを飲んだりするところもあるんですけど、まあ1年に2回ぐらい、そうそうそう、だからそう、家に常備してたり家で飲んだりってことはないんですよね。そうなんです。ぽいの、なんか蜂蜜、蜂蜜レモンとか売ってるのはあれじゃないですか。あと何があるやろ、蜂蜜、蜂蜜系そうなんです。ゆず茶は好きです。ゆず茶は好きっていうか、ゆず茶は結構飲みます。お家にもまだありました。ゆず茶はなんでやったかな、それこそ喉が痛い時に買ったんですけど、それで美味しくてずっと飲んでます。あったまるしいいですよね、ゆず茶美味しいし。ゆず茶にも蜂蜜入ってるんかも、じゃあもしかしたら知らないだけで。そのちょっと話変わるんですけど、予防接種したのが痛くて、今結構じゃないけど、今までよりはマシなんですけど、ちょいちょいと腫れてるんです。ちょいと腫れて、ちょいとまだ痛いですね。こっちじゃないですよこっちじゃないですよって、なんで見せたんですかね。じゃあこっちです、この辺にしたんですけど、いてててててて、ちょっと今日公園でぶん回しちゃったので大丈夫かな。そうなんです。まあまあまあ、ちゃんと皆さんも予防接種受けてますかまあでも受けない方がいいっていう人もいますけどね、その方がならない人もいるみたいですけど。そう、今年はでもね、まだ晴れましな方かもです。一回いつやったか忘れたけど、去年か一昨年ぐらいにもうボコって、もうなんかもう一つこぼができたみたいになりまして、その時はめっちゃもっと痛かったです。もうね、こう触った時点で、あ、熱持ってるなっていうのが分かるんですよ。そう、でも今年はちょっとまだ大丈夫そう、マシそうです。そう、打つとね、かかりや、逆にかかりやすい人もいるみたいだから、人それぞれですけど、健康第一です健康に、皆さん健康にしてください健康にしてください、健康でいてください。健康が一番なのでね。そうです、健康大事そうです、ケイト見て元気をもらってください。ぜひ公園とかでも何でも、何でもかんでも
何でも全部見てください全部全部そうなんです、今日も最後めっちゃ汗かきました。もうね不思議ですよね、冬もう冬じゃないですか、どう考えても寒いし、まず半袖を着てること自体ももうすごい理解不能な状況なのに、それでも汗かくんですよ。公演とかもすごいし、コンサートとか何をしててもすごいですよね。だから外の気温とか関係ないんですよね、汗かくのって。でも冬にマラソンしたら温まるっていうのだけはちょっと理解ができない。ケイトはあれはもう耳とかめっちゃ痛くないですか、もう耳と鼻真っ赤になるんですけど、もう寒すぎて逆に寒いですよね、あの走りながら風を受けてるから。だから冬のマラソンはあの走ったりとか、なんか持久走体力的は割と得意な方ではあるけど、寒くてもう寒さがちょっと耐えれないですね、冬生まれなんですけど。そう寒いですよね。そうなんですか、冬のマラソンは体調には悪いんですか。そうなの、今日のボケだったのって。キャーン。そう MC がね最近ちょっとなんかすごい最近すごいんです自分でももうわけわかんなくなってきてて困ってますちょいと。そうなんです、ケイトのあのケイト的にはあのですね、まあちょっとで MC ってか12時以降に上がるアーカイブを見ていただければなと思うんですけど、そうケイト的にはいや鳥に行かせるんかーいって、登らせるんかーい、走らせるんかーいっていう展開を予想してたんですけど、なんかちょっとなんかね何でも思い通りにはいかないもんなんです急に何って感じですけど、やっぱ何をするにも全部思い通りに行くっていうわけではなかったみたいです。バイビー。あ、かわいい。ありがとう。そうなんですよ、ちょっと頑張ります。だからそうなんですよね、うまくちょっと私の分かりやすくね、もうちょっと分けられたらなって思います。もうボケを目指してるわけではないって言ったら嘘にはなるんですけど、まちょっと皆さんが薬とする MC をできたらいいなって、今年の目標です。それが皆さんが薬とする MC をする、これがケイトの今年の目標です。じゃあランキング発表します13位タロタンさんありがとうございます。12位ヒロトさんありがとうございます。11位ヤシテさんありがとうございます。10位お茶っぱタイムさんありがとうございます。9位ノエルさんありがとうございます。8位サリューさんありがとうございます。7位ペペさんありがとうございます。6位シンさんありがとうございます。5位チャウチャウさんありがとうございます。4位ライフさんありがとうございます。3位キューキューイさんありがとうございます。2位ガチのスリスさんありがとうございます。
そして1位がしおぴーさんです。ありがとうございます。あ、今更ですけどショールーム可愛い背景に変わってますね。クリスマス仕様だ、可愛い。ってことで、見に来てくださった皆さん、コメントをしてくださった皆さん、スペシャルギフト送ってくださった皆さん、ありがとうございました。また劇場にも遊びに来てね。バイバーイありがとうございました。